NHK ニュースリーンは NHK の国際放送 NHK ワールド t p で1日24回毎正時に放送している英語ニュース番組である。日本、アジアの最新ニュースや経済情報、気象情報を中心に外国人視聴者を対象に英語で放送している。1997年4月から10分間の英語ニュース、 デイラインジャパンを1日3から4回程度で放送。2000年度からニューズリーンに解体。当初は1日3から4回程度だったが、英語放送の拡充とともに、段階的に1日の放送回数を増やす。2007年4月にタイムテーブルの更新により、開始時刻を毎時45分に繰り上げて、15分間ニュースを平日の日中に8回放送。10月からは、 平日の深夜早朝帯に10分間ニュースを4回、土日祝の夕方夜間帯に5から10分間ニュースを3回、それぞれ放送を開始する。平日は再放送を含め放送回数を1日17回とし、時間帯によって気象情報を別番組で放送する。2009年2月2日に NHK ワールド TV が完全独自編成にリニューアル。これを機に、 ニューストゥデイ30ミニッツなどの英語ニュースを統合し、NHKBS ニュースや総合テレビと同時放送のニュース番組を NHK ワールドプレミアムに完全移行する形で、日本語ニュースの同時、自差放送を全廃したため、毎正時からの放送に切り替わった。映像サイズは NHK ワールド TV のハイビジョン放送、デジタル BS1 では16、9フルサイズ。 NHK ワールド TV のパル方式による SD 放送はサイドカットした4、3サイズで放送。アナログ BS1 では当初はサイドカットした4、3サイズで放送し、2010年7月6日未明の放送から2011年3月11日未明の放送まではレターボックス16、9サイズでの放送となっていた。デジタル BS1 の16、 旧フルサイズでの放送は NHK ワールド TV が完全独自編成にリニューアルした2009年2月2日放送分により行っていた。放送時間は午前8時を基準に平日と週末に切り替わる。なお、国民の祝日にあたる日をび、毎年8月の2週間と年末年始の特別編成期間中は平日の日中夜間の放送で、 通常30分間及び15分間の放送が週末と同様10分間に短縮されるほかは基本的に変更はない。逆に本番組が休止となるケースは毎年8月6日 JST8 時に放送される広島平和記念式典や毎年12月31日 JST23 時45分 -1 月1日 JST0 時15分の間に 放送される、ゆく年くる、年の英語通訳版が組まれる程度で、休止することは、ほとんどない。また、NHK ニューズリーンスペシャルエディションと題して、放送時間を拡大したり、開始時間を前倒ししたりすることもある。2013年2月からは、平日の15分放送を30分に拡大し、平日が30分間、週末が10分間の放送に統一される。また、 放送時間外でも緊急ニュースがあった場合、通常番組を中断して臨時に本番組を放送する場合もある。2010年6月4日の JST14 時放送分では内閣総理大臣指名選挙の特設ニュースがあったため通常より20分拡大し50分間の放送となった。2011年3月11日に発生した東日本大震災では通常番組を 全面休止して本番組の放送時間枠を大幅に拡大した。2011年12月19日の北朝鮮金正日総書記死教が入った際には12時台から数時間、毎正時に加えて30分からも本番組の放送を行った。エンディングはスタジオ内映像、または NHK 放送センター屋上カメラの映像を流している。 当初は独自の CG 映像も流していた。メインアンカーは約6から10時間おきに交代して一人で進行する。平日と土日曜日の日中で担当者が時間帯ごとに固定されている。平日アンカーは特集のリポーターも兼ねており、ニュースリーン内で取材した内容を紹介することもある。週末メインアンカーは平日アンカーの代役として出演することもある。 主に国内外の重要案件発生時のみ出演する。通常はメインアンカーが対応する。ビジネスアワーと特集は平日30分間の放送のみ。エイジアン・ボイシズの系譜を継ぐセグメント。東南アジアを中心に政治、経済、監修などアジア全体のトピックスを扱う。スポーツは主に大相撲場所が行われている期間のみデスクを設けて紹介。 他のスポーツや結果は通常をニュース扱いとなりかく、メインアンカーが対応する。気象予報解説は、平日30分間の放送のみ、二人一組で、各週交代。また、平日翌2二時翌7七時台及び土日曜日は、メインアンカーが向こう3日間の予報を紹介するのみとなっている。上記以外にも、NHK ワールドに携わったキャスターも、記者として参加している。 木島道夫など。日本の民放の OBS 大部放送で、1989年10月から2009年3月まで OBS ニュースラインをローカルニュース全体の名称として使用していた。奈良テレビ放送でもニュースラインの名称が使用されていた。ありがとうございます。